今回下っ腹気になる人にめちゃくちゃおすすめな腹筋方法紹介するよ。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。お腹へっこませたくていっぱい腹筋頑張ると思うんだけど、実は頑張りすぎるとお腹以外に力が入ったり、お腹を長持ちさせようと思って腹筋をしてしまったり、そういったことが起きるよね。要するにできるだけ少ない回数でお腹を使う意識をすることが大切。なおかついつも同じメニューだけじゃなくて、いろんな腹筋方法をするのがお腹周り引き締めるためには必要です。そこで今回1種目5回いろんな種目やっていきますから、一緒に見ながら頑張ろう。まずは寝た状態で膝をしっかり抱えて腰伸ばしていきましょう。全部5秒いきましょう。1、2、3、4、5。このまま体を起こして 1、2、3、4、5。片足伸ばしてひねりましょう。1、2、3、4、5。反対も同じです。1、2、3、4、5。足を交互に動かします。1、2、3、4、5。肘をつきましょう。今度はこの状態で交互にいきましょう。1、2、3、4、5。今度は両足、1、2、3、4、5。このままひねります。1、2、3、4、5。交互に足を動かしましょう。1、2、3、4、5。寝たまま足を伸ばして5秒キープ。1、2、3、4、5。交互に足を動かします。1、2、3、4、5。足横振りましょう。1、2、3、4、5。このまま膝を曲げて伸ばします。5回。1、2、3、4、5。足を上下に5回。1、2、3、4、5。足を振りながら体を起こしましょう。5回。1、
2、3、4、5。今度は膝をパカッと開きます。このまま手を伸ばして起きる。5回。1、2、3、4、5。今度は左右に起きる。5回。1、2、3、4、5。足開いたままで足を動かします。ゆっくり。5回。1、2、3、4、5。足開いたまま体を起こして5秒キープ。1、2、3、4、5。あと4回。1、2、3、4、5。3回。1、2、3、4、5。あと2回。1、2、3、4、5。ラスト。1、2、3、4、5。寝たまま足を横に振りましょう。5回。1、2、3、4、5。足を伸ばして持ち上げて体を起こして足を振る。5秒。1、2、3、4、5。あと4回。1、2、3、4、5。あと3回。1、2、3、4、5。あと2回。1、2、3、4、5。ラスト。1、2、3、4、5。お尻を上げて下ろすときに体を起こす。5回。1、2、3、4、5。お尻を上げたまま体を起こす。5秒キープ。1、2、3、4、5。2回。1、2、3、4、5。ラスト。1、2、3、4、5。膝曲げて体を起こして手を振る。5秒。1、2、3、4、5。あと4回。1、2、3、4、5。3回。1、2、3、4、5。
1、2、3、4、5、2回、1、2、3、4、5、ラスト1、2、3、4、5。うわー、いったー、かー、聞いた。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。